初めてブルース・リーを見るこの若い女性客が、このカードもともと死者が棺桶から出てくる、お前なこの世界に線はないぞ、あるのは光と影だけだって言われて、あーって誰にでも作れる、あなたにも面白い映画が作れる、映画を作ろうは片岡玲子の今週の映画占いと衣笠くんの映画制作の教科書の課外授業と長峰秀樹のシネマトークパラダイスといったですね、盛りだくさんな内容で30分間お送りします。はい、え今年4回目なので、もう1月もそろそろ、もういや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 1月も後半ですね、寒い、収録はねなんとね6回分ね、もう大体短時間でやってるというね、そうです、実は明かすとですね、もうこの時点でまだ来年になってないというね、実はね実はねあるんですけど、アメリカの大統領誰か知らないからな、まだ誰なるんだろうな、どうなってるのかな、どうなっちゃうんだろう、あれは大統領本当にね、去年っていうね、はい、形でやっぱコロナっていう問題があって、うんうん、映画館もその制作してる映画もね、うん、どうなるかわからないという状況だったわけなんですよね、うんうん、だから先が見えないっていう間を僕らはくぐり抜けてですね、こういったね、貴重な番組を作ったんだよね、もうこれはね功績に値する出来事ではないかなと、と思うんですけどもね、時々ね僕が出演してせずにね、そのメイキングでドラゴン映画祭のなんか模様とかやってるでしょ、ね毎週金曜日になったらね僕の友達が「長峰さん今日は長峰さんの番組ですよ、見ますからね、ああ」って言って電話かかってくるんですよ、長峰さんの頭の絵しか映ってないよってちゃんとそういうことはね、オンエアのことはね、もうじゃあいやそうじゃそれじゃないよ、こんな感じだけどね、こんなのがあるじゃない、それをね、だからね、分かったか分かったこれを、だから2人ともね、はっきり言うとね、もうね、オンエアのことはね、なんかいろいろちょっともう予定変更の場合はね、ちゃんと電話くださいよ、もう、すいません、ファンがね、私たちついてないもんでね、そんな気持ちが、そんな話じゃないでしょ、そう、いや、申し訳なかった、本当に、申し訳なかった、もう、ねえ。勝手に今週お休みとかやってたんで、今日のこれ隣のあれでなんか次の映画の話し合いやってるんですね。次新しい監督が、ね、木村監督という監督が映画を撮ってくださるので、ね、それの打ち合わせっていうか、読み合わせとかはやってるんです。役者さんが全員そこへ根こそぎ行ったんで、しばらくゲストがない状態の放送が続きます。でも木村監督の映画面白そうなんですよね。うん、ごめんなさいって木村監督謝ってばっかりいますけどね。面白い映画。腰の低いね、ちょっと背の高い。口ではちょっと言えないんですけど。かなり面白い映画だと、ね、衝撃作になる予定でございます。衝撃作品ですよ、楽しみです。みんな覚悟を決めてきたのが、だからひしひしと役者さんたちの覚悟が伝わってきて面白くなりそうだと思ってます、はい、じゃあ今週は、はい、ま、言うんですか、うん、はい、じゃああなたの生き方はこれでいいのか、はい、最後の審判のカードをやってみます。占いですね。占いですね。タロットなんですね。はい、私は先週カメラの話を、まあ大体今年終わりまして、で次は照明の話でございます。光の話、映画は光で作られてる、マスターズオブライトという言い方をしますよね、撮影官のこととか、そういう光っていうのはいかに重要で、それを作る機械がどんなものがあるかという話をちょっとさせていただきます。はい、ね、はい、シネマトークパラダイスはね、5人の中のお客さんの1人若い人がですね、ブルース・リーの映画をやってくれというね、うん、お話を僕言われたんですけど、その当時ブルース・リーのフィルムというのは工業界でどういう扱いをされてたのかっていうね、うんうん、そういったところを重点において、うん、お話をさせてもらいたいと思います。あのスターがもう大好きなスターをまた話が聞けるなんて楽しみです。はい、じゃあ今週も行きましょう。はい、よーい、スタート。ご機嫌いかがですか、長峰秀樹です。
シネマトークパラダイス、もうですねもう4週目になるんでしょうかね、あの映画館のお話をさせていただいております。これもですねあの僕がですね、上映館として務めましたジョイパックフィルムの営業あの直営館であるナンバジョイシネマという大阪南にあったこの映画館ですね、ここに勤めたお話をですね今させていただいております。うちのですねナンバジョイシネマでしか見に来ない5人のお客さん、その中のですね1人若いですね行員ニカポッカを履いてるちょっと茶髪、当時としてはあんま茶髪ではよく思われなかったんですけども、この若い男性がですねある日僕に言ってきたんですね。お兄ちゃんブルース・リーの映画やってくれへんかな、ブルース・リーの映画やってって言うんですよね。いやちょっとそれは無理なんちゃうかなと、まあ、ブルース・リーの映画っていうのは配給がですねまた別なんでうちとはちょっと上映できないんですけど、まあ、そこは方便、まあ、機会があったらやろうっていうこと言ったんですけども、やっぱ会うたびにブルース・リーの映画やろうっていうね言うんですよね。このブルース・リーというこの大スーパースター、この人の話を今日ちょっと時間に話させていただきます。1974年にですね燃えよドラゴンという映画が上映されました。でですねこれはワーナーブラザースの映画なんですけども、この映画をですね香港映画と思い込んでいる方が多いんですけども、実はアメリカ映画なんです。香港とアメリカの合作というね、もうこれもですねゴールデンハーベスト、レイモンド・チョーがですねワーナーブラザースと組んで作った超大作なんですね。この時のこのブルース・リー、誰もがスクリーンで見てびっくりしました。この躍動感あふれるこの活気、殺気というかですね、このヌンチャクをシャシャシャ振り回してですね敵をですねもう無尽に投げ倒すというね、この鮮やかなこの技法、このアクション、これにですねもうほとんどのお客さんが見せられたんです。ところがこのパンフレットをですね買って後でお客さんびっくりするんですね。ブルース・リー亡くなってるって出てるんですね。え嘘でしょ、亡くなってるの嘘でしょっていう話になったわけなんですよ。でもこの実際にブルース・リーはですねこのですね上映よりですね約4ヶ月の前7月20日に急死したんです。これも謎の死なんですけどもね。ここからですねこの大ヒットによってですね1974年、1973年の12月公開なんですが、翌年の大ヒットでですね特に夏に公開されました同じワーナーブラザースのエクソシストに続く大ヒット作、実はですねこのワーナーブラザーズという会社ですねもう倒産しかかってたという話なんですね。この燃えよドラゴンとエクソシストによって救われたというのがですね事実だったそうです。そしてですね他社、東方東亜が配給いたしました、はい、ドラゴン危機一髪、ドラゴン怒りの鉄拳。このドラゴン怒りの鉄拳は特にですね、ブルース・リーが亡くなったですねちょうど1年後、これがまあ偶然だったんでしょうけども、7月20日に公開されまして東亜の方で配給されました。でいろんな事情があってですねドラゴンへの道というねちょっとここにありますね。ちょっと僕パンフレットどこ行ったか分からないのでごめんなさいね、ちょっとこのポスター見ていただけたらいいんですけどね、はい、このドラゴンへの道、この映画はですね東映洋画が配給したことしたんですね。そしてですねさらに東亜はですねこの死亡遊戯という映画を公開した。ここではですねブルース・リーがですね亡くなる、まあ、直前にですねもう本当にメインシーンである戦いの場面だけをこの撮影をしていて、まあ、それをつなぐためにですねブルース・リーのそっくりさんたちがですね一生懸命頑張ってですね作ったですね燃えよドラゴン、ロバート・クローズの監督作品ということで、まあ、この映画をですねいやーちょっとね吹き替えとかってなんかわざとらしいわっていう人もいるんですけど、僕はこの映画ねすごく大好きな映画なんですよ。昭和53年ブルース・リーがですね本当に人気を得てですねもう4年後なんですよね。で公開されまして、これも東亜によって大ヒットされました。まあ、その後ですねブルース・リーの映画っていうのはですねヒットするわけなんですけれども、この映画のですね後にですねやっぱ2大スターが登場するわけなんですよ。一人はですねはいリー・リンチェ、今のジェット・リーですね、少林寺っていう映画が入りましたね。またブルース・リーとは違ってですね、このアクションスターとしてこのまあ中国映画を支えていくようなこの精神の若造がですね登場することによって、まあ、非常にこの映画というのに注目されるわけなんです。そしてさらにはですねはいジャッキー・チェンですね、ジャッキー・チェンの水拳邪剣ですね、これはモンキーパンチ、ルパン三世のモンキーパンチがですねこのポスターデザインをしてるんですけども、ブルース・リーとはまた違ったですね非常にコミカルなアクションをするということで、この映画当初ですね実は東映の日本映画と2本立てでかかってたんですね。これを見たお客さんがもう爆発的なもうブームを巻き起こしてですね、もうお客さんがブームを巻き起こしたぐらいですね、このジャッキー・チェンはですねもう人気スターになっていたわけなんです。そういった最中ですねブルース・リーっていうのはだんだん
だんだん、まあ、人気は根強くあったんですけれども、やっぱり新作がないからということで、このジャッキー・チェンとこのですね、あのリー・リン・チェンによってある種人気をですね奪われた部分っていうのは、としてはずっとあったわけなんです。ちょうどですね、そういった中でですね、はい、ここに写真ありますね、はい、東映がですね、怒りの鉄拳と危機一髪をですね再映しまして、リターン・オブ・ザ・ドラゴンというね映画を、このはい、日本立てで上映したんですね。でこれはですね1980年代の中頃なんですが、まあ、これはですねジャッキー・チェンに対抗するためっていうのも、まあ、あるんですけれども、やっぱりブルース・リーの人気をなんとかもう一度アゲインしたいということでですね、東映が駆使して日本立てにしたんですけれども、実際どうだったか、お客さん入らなかったんですよ。で当時ですね、はい、写真があります。尼崎グランドシネマという映画館、はい、ここで僕はバイトをしておりました。でこれはですね、尼崎市 の、 国道2号線沿いのですね東なにわというところに、まあ、今はも閉館してるんですけども、ここで上映しましたね。ここに、ここで、まあ、経営をしてるですね松尾俊介さんという人、この方ですね、松尾俊介さん、この松尾さんがですねブルース・リー大好きなんですよ。だからやっとブルース・リーが帰ってきたということでですね、まあ、上映をですね今からやるんだ、ところが初日の朝お客さん6人なんですよ。もうもはやもうブルース・リーの時代は終わったと、どこの映画館の支配人もそういうふうにしてうなずいてね、嘆いてもう諦めなきゃいけないという状況になったわけなんですね。でですね、その時にですね、各、まあ、映画館ですね、主要都市となる封切り館というのは、いや3週間っていう枠があれば3週間最後まで赤字でもやらなきゃいけないっていうのがあるんですけども、駅前の映画館とか個人経営の映画館っていうのは特別に何かいろいろと例えばこのブルース・リーの2本立てにですねジャッキー・チェンの推薦をつけて1本つけてお客さんを呼ぶとかですね、またバッサリ番組を切って、まあ、仁義なき戦いの大会をとか網走番外市の大会をやったりとかですね、そういうことも許されてたんですね。まあこの尼崎グランドシネマもそういう状況になるんじゃないかと思ったんです。ところが松尾さん僕にこんなこと言うんですよ。なあみね、今な場内に一人お客さんがいてる、若い女の客なんやって。なあみね、もしもこの若い初めてブルース・リーを見るこの若い女性客が、この世の中にはジャッキー・チェンよりも強いこんなすごいスターがいるのかと、そこでブルース・リーのファンになったとしたら俺たちの価値やと思えへんかって言うんですね。とにかくこのブルース・リーのこの怒りの鉄拳危機一髪、この封切りはうちは打ち切らない、そしてジャッキー・チェンの映画もつけない、日本立てで3週間最後までやるって言うんですね。それが赤字であっても俺はこの映画を最後までやる、他の劇場が辞めても俺はやるって言うんですね。俺たちは今だけの利益を考えてたらダメなんだ、20年先30年先の映画館のことを考えないといけない、だから俺はブルース・リーを3週間やるんだよって言うわけなんですね。まあこの時僕もちょっと感動しましたね、この松尾さんのこの話をね、まあ、当時専務だったんですけども、でですね本当に松尾さんの言われる通りですね、20年後30年後である現在、このブルース・リーというのはですね改めて大旋風を大ブームを生んでるわけなんですね。ブルース・リーとですね親交が厚かったと言われている、染野郁夫さん、プロデューサーですね、香港の映画のプロデューサーの染野さんであるとかですね、またですね関西におきましてはですね原慎一さん、チャウ・シンチさん、彼がですねもう全国いろんなところでですねこのブルース・リーの映画の上映で、まあ、そのイベントをですねトークしてですね熱くブルース・リーを語ってですね改めてブームを巻き起こしているわけなんです。そういったブルース・リーを心から愛する人たちによってですね現在ブルース・リーはですね再び蘇った、そんな時代を迎えたわけなんですね。しかしこの1989年現在のナンバージョイシネマ、ブルース・リーの映画ってやっても入らないんですよ。どうしても入らない。さあどうしたらいいかな、僕考えましたけども、あんまりにもこの若いこの男性がですねもう本当に頭を下げるような気持ちでブルース・リーの映画ナンバージョイシネマでやってよっていうもんですから、なんとかしなきゃいけないな、僕頑張ったんですね。あることを目標に頑張りました。そんな話をですねまた来週お話したいと思います。本日はありがとうございました。レイコの今週の映画占いです。
今週はダイヤルからもファイナルに近づいてきましたね。20番復活のカードです。あ、ごめんなさい、審判です。私はこのカードをよく復活って言ってしまうんですけどね、最後の審判、のようなカードです。審判、これは、復活だとか最終決定ですね。そして、宣言だとか、あとは、まあ、解決する、そういうカードでもあります。このカードが逆に出たら、そうですね、判決が下りないとかね、受け入れられなかったが裁きなどを示します。このカード、もともと死者が棺桶から出てくるカードなんですね。この天使がファンファーレを吹いて、そして棺桶から蘇るっていう絵が描かれていたんですけど、その絵が私驚しくてちょっと変えて、家や町の中からこう霊的なものがこう復活して導かれているというカードにしましたけれども、まあ言ったら心と体が、魂と肉体が統合されてこう覚醒していくという状態ですね。霊的な世界へのスタートを示すカードでもあります。そうですね、永遠の生命と地獄だから、成功か否か、合格か不合格か、永遠の生命と、もしくは、地獄のどちらかを分ける、そういう審判が下る、そういうカードでもあります。それでは今週はこの審判のカードを使って、あなたの生き方これでいいのか、というか、まあ、今の時点でのあなたの成績、をちょっと見てみましょう。あなたの今の時点での審判はどうなのか、ではカードで占っていきます。ちょっと怖いですね。カードに聞いてみましょう。判決、よいしょ。さあ、ソードのプリンセス、カップのキング、そしてエース、カップのエースですね。ペンタクルスの4というカードが出ています。結構いいカードが出ていますね。まずまずなんじゃないですか。今の時点、まだあなたの精神はまだ無邪気な、まだまだこれからありますよっていうカードですよ。まだこれからこんなことやりたいな、あんなことやりたいなっていう子供が夢を描いているような状態、夢を描いているんだけど、これからどんどん勉強しようという、そういう気力がありますね。このカードは鋭い視野でもって、これから世の中に羽ばたくぞっていう、ソードのプリンセスのカードですね。プリンセスは子供を意味します。だからまだまだ未熟、これから伸びしろがいっぱいある状態ですよね。それで、スタート、このカードエースのカップがスタートを意味しています。心が充実した時、さあやるぞっていう感じの、心から愛情感情が溢れている状態ですね。何か希望や目的があるんですね。まだまだ人生まだまだありますよ。ただまあ今この段階で言えていることっていうのは、ちょっとネガティブな心っていうのがあるんですね。ちょっとくよくよしてしまう、そういうカードがあります。これがまあカップ、カップって漢字を表すキングのカードですけど、これが逆向け、今の時点であなたがまだ自信がないんだろうかとか、私は自信がないとかって思ってるんじゃないかなって。その自信を裏付けるのはこれからの勉強とか、成長によるものです。なので今そんな自信がないからといって諦めずに、これからどんどんあなたは伸びます。そういうあなたを信じて、これからの夢に向かって歩んでいきましょう。今の環境的にはいいんじゃないですか。4という安定、ペンタクルスの安定のカードがありますので、今の時点でそこそこ、その社会人としても働いてきた、例えばこう生活力とかそういうものが、そこそこ土台がある状態になっています。ですので土台を得た状態で、これから何をしようかと思ってもこうすぐにそれができる状態、勉強できる状態になっています。ですのであなたのしたいことをやるのはこれからです。そういうふうにカードは言っていますので、これからの希望に向けて、もっと、貪欲になっていろんな知識を習得ようと頑張ってみてください。ただ自信はそういう経験の裏付けですから、それはこれから、どんどん経験することによって自信がついて
強くなっていきます。 今すぐ今の状態で諦めたりしないように、うん、これから楽しみですね。そんなカードが出ました。でこの今週の映画占いです。映画制作の教科書の課外授業、はい、始まりました、一人でやってるとねなんか寂しいな。もうでも、まあ、まだ打ち合わせは続いてるようですよ。あの次世界作の、はい、役者さんがいないと寂しいなとかいう、まあまあ一人でやっていきましょう。はい、それでと、前回の、まあ、カメラと三脚の話を前回までやってました、次撮影機材の話が終わって次、照明の話をやります。照明の機械の話ね、はい、で照明って何かって言ったら今ここも照明ついてるんですけど、光を当てるってことです。でこれはね生徒さんうち の学生さんたちで時々勘違いしてある人がいて、明るくするって考え方すると照明負けますからいいですか。照明って明るくするのもあるんだけど、それはあくまでも副次的な作用で、どっちかっていうと影をつけるって考えた方がいいです。照明ってね、そうですね、絵を描く人はよく光自体をどういう光でどう照らされてるかって意識してはったり、まあ写真家の人はもうもちろんそれがすべそこが本当に重要なポイントで、で映画のカメラマンもそうですね、英語の言い方ではマスターズ・オブ・ライトという言い方をします。撮影監督のこと、それは光のマスターだと、光の魔術師だっていう言い方をするんですよね。ちょっとこじゃれた言い方ですね。でなぜかっつうと、これ七国が言ったのかな、七国はあの人もともと絵描きの学校行ってたんで絵を描くことやって、で線画で描いてたら先生がやってきてね、お前なこの世界に線はないぞ、あるのは光と影だけだって言われて、あーっとやったっていうよね。で人はねそっから以降ね映画撮っても光と影にきっちりやってます。でその演出が本当に素晴らしいんですよ。人はさりげなく見えてきっちりやってきます。でそれ何かっていうと、例えば今こう照らされてるのはこのスタジオライトというやつですよね。なんか 人の顔が不自然でもいいから綺麗に見えるようにライティングしてるようだって。でこれ例えば昼間でここからここに窓あるんですけど、窓から光が入ってきたらここの光になって、ここが明るくなってこっちは暗くなると。でしかも、朝の光はちょっとまああとでしょうね、柔らかい光なのでコントラストはそんなに強くなって、グラディエーションですずっと影になっていくと、よく向こうのハリウッド映画でアップを撮るときにあるような照明になったりするわけですね。でこれがね、ピーカンになって昼になってくるとガッときつい光がこう天窓とかあって入ってきたら、これが、グラディエーションが消えて明るいところと暗いところ境目がはっきりしてきて、これ硬い光っていうやつですね。そんな風に、光っていうのは実は映画にとってとても重要で、光がなきゃ映画作れないってことです。材料としてね、はい、カメラは何をする機械か、まあ、目もそうなんですけど、光を捉える機械なんですよ。でそのための光をどう当てるかっていう話が照明なんです。でこれまあ前もちょっと話したんですけど、あれですよね、日本の撮影体制だけはカメラ撮影部と照明部が分かれたんです。カメラマンと照明さんが分かれたと、撮影する。これなぜかっていうと、これをねカメラに任せていくとね延々凝っちゃってね、いつまで経っても終わんないから早くさせるな、照明別部署にして、照明にはカメラマンが口出しさせないようにしようという陰謀があって、そうするとものすごく早くなるんですよ、撮り方が。分かります、照明さん決めたからもうカメラそれで撮ったよ、でカメラがその照明とか俺の分野だから文句を言うなっていうことにするわけで、そうするとどんどん早く撮れるという、昼間の光作ったり夜の光作ったりして、カメラマンはそれを構図を決めていくだけにしていくという形があります。ただし今ハリウッドではそういう分け方は しませんから、もちろん照明さんの一部隊は撮影監督の下につきます。で撮影監督は照明も基本的な決定権があります。はい、そういうものでございます。で照明というのはこの
でそれをやる機会なんですけど、まあ皆さんライトはなんとかなんとなく知ってますよね、撮影所のライトとか。で今は大体あの昔は電球でやってて暑くて火事が起こすし火傷するしってえらい騒ぎだったんですけど、そうですね、あのノスタルダムスの大予言も確かあれで火事騒ぎを起こしたような、あれはあの照明の電気だったかな、なんかね、でものすごいあの危ないものだったんだけど、今 LED ライトという LED のライトがあって、これあの軽くてちっちゃくてあの電力も少ないのでバッテリーで動かしたりもできるのでなかなか便利なものがあります。はい、それで光の硬さなんでこれで照明を当てていくんですけど、まあできるだけ明るい方がいいんですよ ね。ただこれね、さっき言ってた硬い光、あの柔らかい光っていうのがあります。これ照明やるときに、まあ後々また説明しますけど、これ何かっつうと、あのこう影ができるじゃないですか。で明るい部分がですね、これ柔らかい光だとグラディエーションがだんだん暗くなっていく。で硬い光ってのは当たってるとかピカッと当たってるけど、暗いとかはそこは線を引いたように真っ暗なところになると。例えば、これ一番硬い光っていうのはあの月面とかあの大気がないので、あの宇宙空間とか月面はむっちゃ硬い光なんですよ。だから月面の写真見ると当たってるとかピカッと当たってるけど、ちょっとその当たってない影とか線を引いたようになって真っ暗になってるわけじゃないですか。あれ硬い光なんです。で地球には大気があったりするので、ここで乱反射を起こして光の方、なんで硬い光ができるかというと、まっすぐ来るとね、レーザー光線でまっすぐ来る光はこれが影になると、これまっすぐの当たってるところとないところがあると、暗い影になると。でこれがちょっとあの方向がね、光の方向がこうあのランダムになって、まあブラウン運動みたいなイメージしてくれて、そうするとここで遮ったらこれ当たってる、でもこれ曲がり込んでこっちに曲がってるやつはちょっとこっちに当たるのがあったりして、で影のところにグラディエーションができるわけですよね。だんだん影になる、これ柔らかい光で、もちろん硬い光っていうのは人の顔を撮るのにやっぱり厳しい感じになっちゃいます。あの大概グラビア写真見たら分かると思うんで、大概柔らかい光で撮ってます。硬い光をやるときはなんかドラマチックな効果をやって、まああんまりやんないような柔らかい光で撮ると。でじゃあこのライトを柔らかくするのはどうするんだって話です。ライトの光は基本的に何にもなかった硬い光が当たってます。これあのレーザー光でピシャッとあの光とかがはっきり分けて、で柔らかくするのはどうするんだって、前にねあのトレーシングペーパーとかを置くんですよね。そうすると、そのトレーシングペーパーの中に乱反射して柔らかい光になったりすると。で、もっとやると、まあ、トレーシングペーパーでは、私、時々やるのはもう、あの、もう時間ないときはもう、あの、その辺の、あの、レジ袋をパカッとかぶせちゃったりすると、あれでも、なんか、中で乱反射して柔らかい光になる。まあ、写真やってる人はストロボのディフューザーというやつがあって、もちろん、ライトにディフューザーという機械が、そういうことをやる、あの、板みたいなの、ついてるライトもあるので、それでやると、柔らかくね。でさらに柔らかくするのはどうするかって言ったら、こう物に反射させるんですね。スタジオ行ったことある人はあの反射させる白い板があって、カポックとかいうやつがあって、そこにライトを当てて、その反射光で当て照明したりします。でこういうあのまあよくあのロケの映画であったら天井に反射させたりとか、この壁に反射させたりとかしてあの当てるということがあります。でそういうのがありますね。おお、喋ってたら照明だけで、まあそんな機会があるって覚えておいてください。次ね、あのレフ板の話ちょっと忘れてたんで、次レフ板の話します、来週は。はい、じゃあまたまた来週まで私の声を忘れないでおくれ。はい。またブルースリーに会えました。ダブルースリーね、ね、あの、まあ、ブルースリーっていうね、まあ、一つの一大ブームがあって、ジャッキーチェンというね、つわものがね、まあ、出てきたことによってね、まあ、ブルースリーっていうのが一つはね、もうこう、皆さんからね、こう遠ざかってしまうっていうね、そういう時代に僕らは置かれ、しかも若い人にはブルースリーの映画やってくれと、こういう立場になった時のそういうお話をしたんですけどね、やっぱりね、僕はね、そのお客さんから映画館の立場で、このリクエストをされるっていうのはね、これはね、今日衣笠さんが話した、はいはい、あのやっぱり光なんですよ。はい、うん、まあ、スポットを客から浴びさせられる、はい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 、それに対してどう答えていくかっていうのが、うんうん、その映画館側 の立場だなって、うんうん、ここはね、あの光スポットを当ててもらえる、どう答えるか、そうです、お客さん来なかったら映画館成り立ちませんから ね、そういうのってあるんですよね。私はそのお客さんとのコミュニケーションがね、今はそんなのないので、ないんですよ。あ、そんなコミュニケーションができる時代だったんだなと思って、うん、あのすごくヒューマンドラマのように走って、うんうんうん、
ございます。ありがとうございます、ねね、はい、暗闇の中の光ですね、映画っていうのは。はい、え、じゃあまた、はい、そうですね、あ、そうそう、あのチャンネル登録とかいいねとかコメントとかもう全然あのツッコミ入れてくださっていいので、またこれからもよろしくお願いします。長く続けていきますのでよろしくです。はい、はい、それでは、はい、時間ですね、はい、はい、銀幕の彼方からWe'll be back。 あなたの住む街へ。じゃあ終わったよ。バイバーイ。かっこいい、出てない。なんかエロとつけたコケだな。バイバーイ。